れだよ、これだ。ね。高橋芳恵さん、私と付き合ってください。高橋芳恵さんのこと、初めて、大悟が炎上してるライブを見てから、高橋芳恵さんのこと、実はずっと好きです。私と付き合ってください。私と魚と付き合ってほしいです。